平野兄弟、絆深まる。ファンの心を揺さぶるツーショット公開に賛否両論。元キング・アンドスメンバーであり、新たな道を歩む滝沢秀明氏の新会社、株式会社飛べ、への移籍を果たした平野市要。彼の存在は多くの人々にとって、まさに一時代を築いた存在であることは疑いようのない事実だろう。 しかしこの度、彼の兄弟である平野陸士がインスタグラム上で仕様とのツーショット写真を公開し、ファンの心を揺さぶっている。平野陸士の躍進と兄弟愛の光、アーキストとしての躍進を果たす平野陸士、アパレルブランド RKS リキー、リクスリキーの代表としても活動し、幅広い才能を発揮している。 その名は、2020年にネット上に、平野の弟がアパレルブランドを立ち上げた、という情報が広まり、ファンの間で話題となった。その後も彼は、自身のブランドを広めるために、積極的な姿勢を見せ、一部のファンには、惨事の声も上がっていた。しかし、彼の活動には、肯定的な反応だけではない。兄である紫王との兄弟愛を示すような投稿や写真が、 便乗商法と受け取られ、賛否両論を呼んでいる。一部のネットユーザーは、兄弟の関係を利用して商品を売り込んでいるのではないかとの懸念を示し、弟に対する批判的な声も上がっている。兄弟の絆に感動するファンと批判的な意見の対立。ネット上では、平野兄弟の金鋭に感動するファンと、便乗商法を批判する意見が交錯している。 一方で、陸氏はジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩む紫王とのツーショットを公開。それによって、二人の絆が再確認された瞬間であった。だが、その絆を示す行動に対しても批判的な声が上がっており、兄弟愛の表現が商業的な側面を持つことに疑問を呈するファンもいる。特に便場商法を容認した仕様に対する厳滅の声は、 彼のファンの中で一部広がっている。将来のコラボレーションに期待。兄弟愛や,やファンとの関係性に対する意見の対立がある一方で、平野兄弟の未来には明るい展望も広がっている。かつて彼らはショー、昭オー期というユニットを組んで活動しており、これからも兄弟のコラボレーションが実現する可能性は高いだろう。 ジャニーズ事務所を離れて新たなステージに立つ紫王と多岐にわたる才能を発揮する陸士。兄弟の絆が彼らの個々の成長を支え、新たな可能性を切り開いていくのか、ファンの期待は高まるばかりだ。平野兄弟の未来に注目が集まる。平野兄弟の動向にファンの関心が高まる中、 彼らの兄弟愛と活動に対する意見の対立が浮き彫りになっている。一部の批判的な声がある一方で、多くの人々は彼らの絆を称賛し、将来のコラボレーションに期待を寄せている。仕様と陸の新たな一歩が、彼らのファンや関心を寄せる人々にとって、魅力的な未来を紡ぎ出していくことになるだろう。